い、どうも皆さんこんにちは、デジタヤです。はい、こんにちは、モンブロです。どうも、ブンブンです。ホームです。音割れすごということで、今回ですねなんか来たんですけど、田中のかなとです。ということで、今回はですね、あと新メンバーに来てもらいました。ということで、この田中のかなたさんに来てもらいました。どうもどうも、どうもどうも。さあ、ということで、そのスキンは今回ですね、まあ、またサバイバルの続きをやっていこうと思ったんですが、めちゃくちゃ進化してるんですよ、なんか自分。ということで、今回はまあ、つまりブランチマイニング一番鉱石を集められた人が勝ちゲームをやっていきたいと思います。ということで、ホームさんがですね、ちょっと下のブランチマイニングに、ちょっとまだ来ないで、まだ来ないでくれ。あ、了解です。作ってくれていたということで、はい、いいよ。別に隠し部屋とかないからね。あー、なんか怪しいですね。あー、なんもないですね。まあ、とりあえずちょっとここら辺掘りましょう。さあ、ダイヤってどれくらいの深さで出るんでしたっけ。ということで、そろそろ始めていきますか。さあ、これで 1,2,3,4,5 人分できたんで、皆さん好きな場所をお選びください。掘りたい場所を。じゃあ、こっち。ここだ、ここだ、ここだ。じゃあ、自分ここで行きます。いた。あれだよ、殴ってやつ。よーし。いや、料理。とりあえず、ツルハシ大量に作っとく必要があるんですよね、これ。あー、だる。この殺人犯がいる。あー、逆に作りすぎちゃいました、自分の頭、これ。よし、ということで、待ってください、ホームさん。待ってください、ホームさん、これ、殺人犯。気のせい、気のせい。ホームさん、なんか。回した方がいいじゃない。あー、そうですね。なんか、多分、キルログ見たら、多分、ホームさんが一番キルレ高いですよ。ということで、かまど作ったよ。じゃあ、始めていきます。え、じゃあ、10分間測りますか。じゃあ、10分間でどれだけ見つけられるか、やっていきたいと思います。はい。じゃあ、いきます。じゃあ、タイマー。じゃあ位置についてよーいスタートということで、ブランチマイニングしていきます。あ、そういえば自分よく考えたらタイマスないんでした。わかります。撮影者がタイマスないのはやばいかも。39本あるけど。あ、お願いします。ちょっとあげないよ。嘘、あげるよ。じゃあ1本くらいあげる。ありがとうございます。はい、ということで、あー、ラピスラズリだ。え、早っ。お、早っ。早すぎません。まず鉄から見つけて頑張って掘ってこうな。そうです。いいですか。はい、勝ち宣言で。目覚めの勝利宣言。あ、水色に光る鉱石が見えたりする。あれ、ちょっと待ってください。見に行っていいですか。あれ、もうちょっとね、さすがにそんな早く見つかるわけない。なんかバックバックくらい水色になってる気がするんですよ。あれ、ちょっと待ってください。どこいます。あれ、なんか消えました。あ、ここですか。あ、ちょっと深く掘りすぎじゃないですか。ここ待ってください、助けてください。どこですか、ここ。ここです。なんかブランチマイニング抜けてきてません。あ、いました、いました。あれでしょうか。あ、走ります。助けてください。あれ待ってください、死にますよ自分。ちょっと待ってください。え、どこいます。ちょっと待ってください。あれ、ブランチマイニングってどうやればいいんだ。あ、いいがね。あ、また死にます、多分。あー、いえ。ねえ、ねえ。お分かりいただけただろうか。you
え、待って、ダイヤ任せたの。待ってくださいよ。あ、あれ、あ、ダイヤは、あ、ダイヤありますよね、さすがに。ちょっと待ってください。え、今までありがとうございました。あ、あれ、あ、あ、すいません。あ、もう、もしかして、ほっ、あ、ダイヤ、無事。やべ、え、ダイヤあります？俺のレッドストーンが。あります？エサ太陽さん、ちょっとベッド壊して今すぐこっち来てください。ちょっと。はい。あ、皆さん、今までありがとうございました。自分は楽しかったです。鉄ピも消えました。あ、鉄ピあ、鉄ピありますよ、奥の方。なんか落ちてる。いやー。宝石だ。ダイヤあった。え、早っ。嘘だ。ちょっと待ってください。ということで、電車対応行きます。いや、やっぱ田中のかなたさんだけなんか洞窟にたまたま出くわして、そこからダイヤ見つけまくるっていう最強の。いや、ダイヤ合計で9個あったんですけど、なぜか今僕のボックスパックに入って。なんででしょうね。なんか、バグじゃないですか、なんか多分。多分、ターンはコウスケの、あ、なんかコウスケの、あ、いるね、クリーパーに殺されたんじゃないですか、ついさっき。なんか、うん、あ、ログ見るとちょっと良くない文字が見える気がするんですけど。ログですか。田中のかなたは電車太陽に殺害されたって書いてありますね。あ、多分これ電車太陽って多分クリーパーのことなんですよね。いやー、ちょっと一回首詰めましょう。今回の MVP は誰でしょうね。先輩はもちろん一人しかいません。あー、いや、多分一人しかいませんね。お、ダイヤだ。え、ダイヤ、え、誰見つけました？俺、ブンブン。あ、ブンブンさん、言います。あ、取っちゃった。あ、もう一個あった。おー、ちょっと待ってください。行きます、行きます。え、取っちゃうよ。いやー、すごっ。あ、とりあえず、あの、チェストに収める形でやろうと思ってるんで、とりあえず、いいですよ。ちょっと待ってください。とりあえず持っといてください。あの、一つのチェストに収めるんで。あ、まあ、こっち側の方がいいですかね。あ、でも、斧入ってるんで。とりあえず、この寄付する場所に一回集計しますか、とりあえず。はい。はい、ということで、じゃあ、皆さん、下へお集まりください。じゃあ、じゃあ今回1列目をじゃあ埋めれるとこだけブンブンさんが埋めて、2列目をモンブローさん、じゃあ3列目ホームさんで、田中のかなたさんが、縦横、まあ右から2列分の方を埋めてください。で、自分が真ん中埋めます。よいしょ。レコード僕のめちゃくちゃみんな持ってますね。僕の大事なレコードです。ということで、じゃあ集計します。え、18個。ホームじゃあさん、結果発表、はい、じゃあ全部下だよ。どこで、ディスク以外、ディスクなんかこっちです。今回これじゃあ、ではブンブンさんの結果から発表します。銅の原石64個、銅の原石プラス34個、金の原石3個、レッドストーンダスト32個、ラピスラズリ20個、鉄インゴット1個、ダイヤモンド18個、そしてモンブラさんの結果、レッドストーンダスト46個。さあ、そしてホームさん、レッドストーンダスト43個、レッドストーンダスト64個、レッドストーンダスト62個、金の原石6個、ラピスラズリ17個、ダイヤモンド1個、で、鉄の原石41個で、そして、あと田中のかなたさんは、あれ、なんか減りました。銅の原石59個、レッドストーンダスト25個、レコード、鉄のなんか、あ、いや、金の馬のやつ、レコード、まあ、プラスダイヤ11個分と。銀はこれ。そして自分の結果はスライムボール2個、フグ2個でした。すいません。はい、オウムさん、これ、このダイヤどこから取ったやつですか。あ、ま、え、普通に掘ったです。
して、ちょっと。撮りましたか？ちょっと。撮りましたよ。あ、なんか。撮ったやつだったら。これでもし撮ったやつ。え、普通に掘った。あ、最後、誰が一番多いか計算したいと思います。サカバンバンバスピス。サカバンバスピス。じゃあ、ブンブンさん VS ホームさんですかね、見る限り。ね、14たす、うん、34たす、3たす、18。では、ブンブンさんの合計、172個。さあ、大活躍でした。そして、ホームさんの個数、64個、67個。ということで、集計、233個。ということで、今回、数部門では圧倒的にホームさんの勝利でした。イエーイ、ま、見る限りブンブンさん、お宝の良さ部門なら、ということで隠れ1位は田中のかのたさんということで、ということで終わりたいと思います。ではおいおい、ご視聴ありがとうございました。